令和5年秋季俳句講座第3回を開催いたします。司会を務めます江口瑠璃と申します。よろしくお願いいたします。秋季講座は私と季語というテーマで行っており、本日はその3回目でございます。実は4回目に寺井谷子先生のご講演を予定しておりましたが、寺井先生のご体調の都合により講座中止と相なりました。そこで今回の講座が最終回でございます。本日の講師には詩人の八木幹夫さんをお招きしています。最後までご視聴よろしくお願いいたします。では当俳句講座担当の藤本美和子理事より挨拶と八木幹夫さんのご紹介をさせていただきます。皆様こんにちは。講座担当の藤本美和子でございます。令和5年秋季講座のテーマは私と季語について、本日第3回目の講師は詩人の八木幹夫先生でございます。それでは先生のご紹介をさせていただきます。先生は神奈川県相模原市のお生まれ、詩人でいらっしゃいますが、俳号を三陽と称され、俳句もたしなまれていらっしゃいます。あるエッセイでは、ウミガメの愚直を愛す次の波という俳句をお見かけしました。ウミガメと波の関係、素敵な句だなと思い大好きになりました。また詩集野菜畑のソクラテスでは、現代詩花椿賞や芸術選奨文部大臣新人賞を受賞、また夜が来るのでにおいては現代ポイエーシス賞を受賞されていらっしゃいます。これら詩集のほか、評論には余白の時間、辻幸夫さんの思い出や私場にしゃがむ女、詩人西脇淳三郎の魅力などがございます。その他日本語で読むお経、仏典詩章などの訳本は皆さんよくご存知の一冊だと思います。現在詩歌文学館常任理事、神奈川近代文学館理事、また丸山薫賞や産経新聞朝の歌の選者をなさっておられます。先生の今日の演題は季語とは一体何かでございます。では八木幹夫先生、どうぞよろしくお願いいたします。大変お待たせいたしました。八木幹夫さんによる季語とは一体何かと題しましてのご講演です。八木さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は俳句の皆さんがいる中で詩をやっている人間がこういうところで話をすることになりました。特にお題としては私と季語というようなことで主題が決まりましたので、私にとって季語とは一体何かということで話をするつもりなんですけれども、まず基本的にはですね、レジュメの中にもちょっと書いたんですけれども、詩人にとって季語を作品に取り込むことは自然の時間性を容認することだが、反面でその時間性を拒否する精神も内部に持っていなければならない。でこれは私自身が詩を書き始めた時からずっと思ってきたことです。私は短歌からスタートした人間で、中学高校時代は短歌をずっとやっておりまして、短歌投稿少年みたいな形で、朝日新聞の近藤芳美戦で爪に見よ黒髪に見よ赤吉は宋の乳房に流れているかなんていう与謝野晶子まがいの短歌を書いていた時期もありました。そのうちに大学へ18歳の時に入りまして、外国の詩に随分触れることになりました。でその時にもですね、どこかで自然な時間、あるいはその季節の中に紛れ込んでいく自分というものをどこかで拒否したいという、
そういう意識が自分の中にありまして、そういう中で俳句も短歌も詩も同時に並列的に私は学んだような時期があります。寺山修司さんのような短歌俳句、ああいうものにも非常に影響を受けた部分もありますけれども、そういう中で先ほど言ったように、特に時間性を拒否する精神っていうのはどういうふうに維持されていくかということが、この季語とは一体何かということと密接につながる部分があります。でそこで一つの例を差し出しているんですけれども、これは山口祖道という江戸時代初期の芭蕉とも友人関係にあった俳人と言われていますけれども、正門には入らなかったようですけれども、この人の句に目には青葉山ほととぎす初月をと、こういう句があります。これは現代の俳人に言わせますと、おそらくこんなに3つも季語をだらだらと入れたらば、これは俳句にも何もならないと、そう言われそうな句なんですけれども、実は私はこの句を非常に好きでですね、この句の何ていうか感覚の広がり、目には青葉山にはホトトギスの声が聞こえる、そして江戸っ子であるこの祖道が愛した初月を、この食欲が湧いてくるような、こういう句をですね、大胆に全て3つ盛り合わせてですね、感覚の狂乱というか、そういうような部分がある俳句ですけれども、これは視覚だとか聴覚とか、あるいはその味覚、触覚さえも感じられるんじゃないかという気がするんですが、これで見事に全身で初夏の到来を告げるという、そういうものがあって、おそらく今の俳人の人たちにとってみると、こんな3つも季語を盛りだくさんに入れるというのはちょっと初心者には有害な一句だというふうに言われるかもしれません。ただ私はですね、ここで聞かさなりということをよく言われるんですけれども、テレビでも夏井いつきさんがよくこれは聞かさなりですねとなんか言うんですけれども、私はどっかでですね、へそ曲がりですから、しゃらくせえ余計なことを言うんじゃないっていうような、そういうようなことを時々反発するところがあるんですね。例えばですね、これ AI にですね、季語を2つ重ねてはいけない、3つ重ねてはいけないというふうにやれば、確かに AI は約束通りの句を作るんじゃないかと思うんですね。ただそれが果たして俳句という非常に人間臭い、人間同士のいろいろなやり取りの中で句が成立してくる、そういうものの勢いを崩してしまうんではないか、そういうその生々しいものを生かす方が生命参加としては一句が大きく広がるんではないかというふうに私は考えています。私は三十数年余白句会という、これは清水哲夫さんや井川博俊、辻幸夫、八木忠英さん、これは小沢信夫さんを中心として余白句会というものを作って、その時の最初の結成時の人間でもあるんですけども、最初は7人ぐらいで始まったんですけどね、そういう中で句会っていうのは私はちょっと引いていたんですね。余白句会でも辻さんが八木さん一緒にやろうぜなんて言ったんだけど、ちょっと今更その俳句というのはどうなのかなという、なんか時事無さいものになるのかなと、そういうふうに思っていた自分がいるんですね。ところがやっているうちに、これはなかなか手強いぞと、これは一朝一夕にできるものではないということが分かってきまして、俳句というものが詩の世界とちょっと違うのはですね、詩人はどちらかといえば、15行なら15行の詩を書いたときに、ここの5行はいりませんねなんていうことを同じ仲間に5行ぐらい言われると、もうつかみ合いの喧嘩になりかねないぐらいの険悪な感じになるんですね。ところが俳句の場合にはですね、これはやという切れ字を入れた方がいいとか、あるいはここのけりはもういらないですねとか、そういうことを平気で言えるんですね。あれ、俳句の世界の人っていうのはみんな人の句にあっちこっちチャチを入れると、こういうことやってもいいんだと。
で本人も喜んでいるようなところがあって、あ、それをいただきますなんて言うんで、え、いただきますってどういうこと、自分で一個全部頭から尻まで作るのが詩人の仕事なんではないかというふうに思ってた私は、随分それでですね、目が覚めたんですね。いろいろな作法があるんですけれども、ただ自分一人で作るんだという感覚とはちょっと違ったものが自分の中に芽生えてきて、ある意味では読み手の新たな発見、例えば私の句に関しても読み手が全く別の角度から八木さんの句こういうんで面白いよって言うと、どうして面白い、そういう解釈があるのか。でちょっと一例を挙げますと、谷川俊太郎さんが、私が風邪をひいて休んでいた時に、八木中英さんと谷川俊太郎さんがペンを入れてくれた句があるんですね。木膨れの私を扱いかねているっていう、こういう句を作ったんです。そうしたら谷川さんは、うん、作者はこれは女だなと、女だなと決めちゃったらしいんですね。で中英さんが、え、これは八木幹夫自身じゃないの、いや女にする方が面白いよ、なぜ、気膨れの私を扱いかねている。そしたら周りの女性陣が、今時はこういう女性はいません、積極的に自分で脱ぐものは脱ぐんですっていうふうに言ったというんですね。それ聞いて私は風邪ひいてた電話口で咳込んでしまって、そしたらあとはおかしくなってしょうがなくて、ああそうか、作者を私にこだわらなくてもそういうものの発想ができる、ある意味で私が他者になっているという、そういうところも谷川さんはそういうふうに取られたんですね。でそれを一回池田澄子さんが聞いたら、いや八木さんその方がいいわ、私もそう思うっていう、とうとう私は女にさせられてしまったという、そういう経過があります。というように、要するに読み手の新たな発見によって、自分の句というのは自分のものであるようでありながら、実は他者の連中による力によって句が成立していくんだと、そういうことを教えられたんですね。小沢さんはこういうことを言ってます。すべての文学活動は一つの運動体であり、この運動体は過去からの遺産を受け継いで成り立っている。いきなり一人の天才が運動体をある方向に流れさせるのではなく、集団的要素と個人の力が混ぜ合わさって動き出す。現代史が狭い袋小路にはまり込み、個人の苦悩や近代的自我の覚醒などといっても、そこから抜け出すには他者の力を借りなければならないのは必然だ。他者との対話が必要になってくるという意味のことを、たびたび小沢さんは句会でおっしゃいました。その辺から私は運動体、仲間、連中がいて初めて自分の言葉が立ち上がってくるのかなと。当初小沢さんが言うように、1ダースの人間が12人の連中が集まってきました。その時は詩人ばっかりでしたけれども、12人の視野視点が私はさらされるわけです。それが作者を変化させるということ、これはちょうどですね、私は尊敬する大岡誠さんのいろんな著作を読みましたけれども、彼が最も強く言ってきたのは孤身と宴ということで、孤独に耐えるやっぱり非常に強い一人の詩人、そういう心というものを持っていなくちゃダメですけれども、宴というものは、まあこれはどんちゃん騒ぎするということではなくて、要するに連中の集まり、そういう中で孤身というのは鍛えられる。でこういうことを大岡さんがおっしゃっておられるの、まあ、これが私は非常に印象深く思った言葉でもあるんですね。で、まあ、小沢さんは残念ながら2021年の3月の3日、93歳で亡くなられましたけれども、小沢さんに私は俳句を教えていただいたということが私の現在の宝にもなっております。先ほど言った大学時代に私が最も衝撃を受けた詩人の話について、これからちょっとお話をしていきたいと思います。これはアルチュール・ランボーといって、フランスの1854年から1891年の詩との出会いです。ランボーはもちろんこの中で自然な時間の流れを拒む、そういう姿勢を貫いた
詩人ですね。ちょっと下手なフランス語、レテルニテっていう、そういう永遠という詩が、エレルトゥベクワレテルニテセラメラレールアベクルソレイ、また見つかった、何が、永遠が、海と溶け合う太陽が。これは小林秀夫さんの訳ですけれども、地獄の季節の中の詩です。これを読んだ時にですね、私は英文科生ですけれども、ちょっとにわかフランス語普通文みたいな感じで、入澤康夫さんの授業の中へ紛れ込んで聞いたり、もう一つ東京学生会館という下落合にあった、その学生寮に慶応の普通文の大学院生、老名主みたいな山口よしみさんという方がおられて、この方に直接にいろいろ生のフランス語を聞いたりして、ランボーの凄さというか、ランボーの詩を知るとですね、詩を書くことができなくなってしまうんですね。もうこれ以上の詩はありえないんじゃないか、そういう感じにさせられるような詩なんですけれども、ランボーはある意味で18歳で永遠というものをまるで物のように自分のところへ引き寄せてしまう、一種のこう力技でですね、永遠がまた見つかったっていうような言い方をするんですね。永遠ってそんなたびたび見つかるものなのかっていうことになるんですけども、こういうランボーの力技が今までの詩とは全く違う感覚を私にもたらしました。自然の中の季節を単に従順に肯定するのではなく、もう一度新たな地平に置き換えて捉え直す、ランボーの暴力的な宇宙観、世界観に驚いたというのが本音です。これはランボーの詩の有名な、おお季節よ知ろよ、どこに傷のない魂があるというのか、こういうフレーズにも18歳ぐらいですから、何も分かんないところでガーンとこう、日本的な短歌的叙情だとか俳句の世界とは全く違う意識の詩にやられたという感じがあるんですね。ランボーは賢者の手紙と言われるものの中でボアイアンと言ってるんですが、詩人はあらゆる感覚の方法的攪乱により未知を到達すべきであるというような言い方をしているんですね。また私とは一個の他者なのだという主張をしています。こういう自覚でランボーは、実は母音という詩や酔いどれブレナという初期の代表作が出ています。特にこの母音というのは、参考資料の中にもちょっと入れてありますけれども、この母音というのはですね、目に青葉山ほととぎす初月を、この感覚の方法的な攪乱にとてもよく似ているところがあるんですね。触覚だとか視覚、味覚、聴覚、そういうね、いろんな感覚があるんですけれども、ランボーはそういう五感をすべてですね、ある一箇所でパッとこう見てしまう、そういう一種の感覚の方法的な攪乱って先ほど言いましたけれども、まあこれは精神医学では共感覚っていう言い方をします。これは俳人の方なんかでも場所をそういう形で捉えている人もいるようですけれども、私は俳句は非常にその共感覚的なものっていうのが非常に強い文芸ではないかというふうに思っています。概念的にはこういうふうに捉える、ある一つの刺激に対して通常の感覚だけではなく、異なる種類の感覚も自動的に生じる知覚現象で、これは私はですね、実は俳人も無意識にそれをやってるんじゃないかという気がするんですね。季語という言葉を読んでるとですね、私は歳時記読むのが非常に面白くて、知覚の感覚の覚醒を起こさせる言語がいくつも並んでるなって、なぜそれを読んだだけでパッとある光景が浮かんできてしまうんだ。知感、気象感、気調感、これは前に聞いたことがあるとかいう、そういう感覚ですね。ランボーは表現としては一種のアルファベットの母音ですね。ローマ字で言えばアイウエオという、それ自体に色彩や匂いがあるという、そういう感覚を言うんですね。これは淡津則夫さんの訳で、まあいろんな訳があるんですけれども、まあ私は淡津さんの訳が一番妥当なんじゃないかと思うんで、黒い A、 白い E、 実際フランス語では E とは言いませんけど、便宜的にそう言います。赤い I、 緑の U、 青い O、 母音たちよ、僕はいつの日かお前たちの秘められた誕生を語ろう。このランボーの共感覚では、文字に色彩や物事の様子が
カラフルに厳選したっていうふうに言われているんですね。まあ、幼い時期にこれはランボーは非常にお母さんが教育ママで、お父さんは軍人だけれどもほとんど家に帰ってこないような軍人だったんで、アフリカに旅に出たって言っちゃったっていうのは、後のランボーが20代を過ぎて21からアビシニアの方に旅に出てしまうのと似たようなところがあるんですけども、ランボーはこういう時期にですね、お母さんに徹底的に聖書をラテン語で丸暗記させられる、今で言えば漢文の全部覚えさせられてしまうっていうようなところが、ランボーはそれを全部覚えてしまったというからすごいんですね。後にラテン語で詩も書いたりフランス語で詩も書いているんですけれども、まあ、文字に対する得意な感覚が育っていたとしても不思議ではないかと思うんですね。こういうふうに偶然のように見えますけれども、山口祖道とランボーの感覚の共演には一種のこう文学上のシンクロニシティがあるように見えます。ただランボーの場合は春夏秋冬、自然の季節を逆行するような激しさが表現の奥に隠されていて、詩の中では様々な価値の転換が行われてきています。特に1830年から1860年のヨーロッパ各地で起こった産業革命が価値観の転倒をヨーロッパに起こします。人間の行動が科学的な進歩と同じように測られるようになった点だとか、あるいはランボーは15歳から20歳まで詩を書き続けるんですけれども、ランボーの詩作時期がちょうど産業革命直後やパリコンミューンの時期である点は非常に興味深い。でランボー自身も革命に共鳴して詩を書いたりしています。ですから今まであった価値をですねひっくり返したいというような、そういうものがさっき言ったまた見つかった何が、永遠が、海に溶け込む太陽だっていう、こういうようなものと重ね合わせてランボーは詩的開花を、実際に活動は5年ぐらいのもんですね、ベルネールとの決別もありますので、いろいろ吸ったもんだ、ピストルでベルネールの手を打ってしまったとか、そういうようなことがあったり、ベルネール自身が同性愛的な要素をランボーに持っていたというようなところもある。そういう面ではランボーはヨーロッパの文明の渦中にで、まあ、詩を書いたという、そういうところがあるということですね。ここまでが、まあ、私の文学的な出会いというかそういうものなんですけれども、ここで私自身の野菜畑のソクラテスっていう詩集から作品に触れさせていただきたいと思います。この野菜畑のソクラテスというのはですね、詩の構成上は春から始まって春に戻るというような、そういう形での作品になっています。じゃあ八木さんは自然や時間に逆らっていないじゃないかと思うかもしれないんですが、まあ私の場合はですね、いわゆる農耕民としての自然の摂理にかなったような、そういう詩を書くというのとはちょっと違ってですね、ちょっとひねくれた捉え方をしているかもしれません。それが野菜畑のソクラテスというタイトルに表したようなところがあります。野菜畑にソクラテスなんかいるわけはないんですね。そんなに高尚なものでもなくて、ただそういう中でアイロニカルなそういう世界を表現してみたいという、そういうことで始めたんですね。でこのきっかけになったのがですね、やはり余白句会という句会があったおかげで、句会というのは必ず兼題が出されて、それによって本人の俺そんなこと考えたことないよっていう、そういう都合なんか全く関係なくて、その場で即興で作らないといけない、まさに即興詩人なんですね。そこで作らないといけないっていう、そういうのと同じ方法を現代詩のそういうものに試みてみたらどうだろうかと。それはなぜかっていうとですね、私はそれまでは文芸をこうやってるようにしてやわなような人間に見えるかもしれませんが、どっちかというと中学校のバスケット部の顧問130人もいるような部員を統括していた人間ですから、ある意味で詩を書いてますなんて子どもたちにバレると大変なことになるんですね、生活しづらくなって。ですから、まあ、とにかく後になって分かって、先生詩人だなんて全然一言も俺たちには言わなかったじゃないかって、そういうふうに言われましたけれども、
まあ、それくらい夢中になって私は夏休みの40日間はバスケットに打ち込んできました。ですから詩のこれっぽちも俳句のこれっぽちも子どもたちに見せたことはないし、言ったこともなかったんですけれども、40日間さあどうしようか、そこで毎日一つ、先ほど言ったように兼題方式で自分に兼題を与えるわけですね。さあ今日はナスをテーマに、で翌朝になると今度は今日はかぼちゃがいいかなと。で大体それはかつて10年以上前に、それ以上前に、私は前に住んでた家で畑が、兄の家がすぐ隣にありましたので、そこで雑草にしておくのはもったいないから畑をやってくれないかって言われて、でなんとかかんとか野菜を作り始めたんですね。その経験で、あこういうものも作ったな、こういうものも作ったなということで、大根、かぼちゃ、きゅうり、ネギ、ふき、トマト、じゃがいも、みょうが、さまざまなものを作りました。こういう中で先ほど言ったようにリアリズムでの野菜畑でしたら、汗水流して労働に従事する農夫の姿が描かれるはずなんですが、まあ例えばかぼちゃなんかだとヘッドパンプキンおじさんが畑に来て、バカ、マヌケ、トンマ、罵るんですね。で奥さんが、マダムパンプキンが、肥やしは何なのって、罵詈雑言というのが肥やしで、そういうふうにアイロニカルに書いているんですけれども、かぼちゃを真面目に作っている人は今年はまた特に暑かったもんで、かぼちゃも干からびてましたね。私はちょっともうここで畑じまいをしたんですが、いつもやっている人が膨らみがなくなっちゃってカラカラになってしまったよなんて言ってました。でまあそういう現実的な野菜を作るということのあれとはちょっと忠実な再現を拒否したようなところがあります。そういう中で、私が作ったのはいきなり、大根がしゃべり出します。何一家とを変えろだって、ふざけんじゃねえやい、おちとらご先祖様代々ピリッと辛くて不格好、ああ不格好でいいともよ、そこらの西洋かぶれの姉ちゃんみてえにハイヒール履いてよたよた歩く、やわなあんよた土台根性が違わな、泥がついてて汚ねえだと、とっとと消えろこの素の冷えた大根役者っていうのが、大根が短歌を切るというような設定ですね。私は詩っていうのは自由でなければならないっていうのが今までずっと考えてきたんですが、どんな形式にも縛られてはいけない、そう考えてきたところがあります。俳句っていうのは形式の制約があって季語があってっていう、そういうものがあるっていうことによって、ああ逆に自由になれるのは制約があってこそ自由が得られるんだなということも分かってきました。先ほどの乱暴のセリフではないですが、おお季節よ白よ、どこに傷のない魂があるというのか、オーセゾン、オーシャトーっていうふうな有名な詩がありますけれども、これがいつも私の中で響いているんですね。ランボーの詩のそういうの中では、その自由になること非常に大事なんだけれども、でも結局季節の中にこう自分が入っていると、そういうことも、まあそこから逃れたいという気持ちもあるんですけれども、ランボーはどこに傷のない魂があるというのかっていう宣言をすることによって、自分の死の一種のエネルギーを自ら作り出していくっていうようなあれがありましたね。私は俳句をやり始めてすぐにある季語に惹かれました。もがり笛という言葉がありますね。虎が落ちる笛っていうんですけれども、今はほとんどこういうものを、柵を見ることはないんですが、篠の竹や篠のでですね、柵を作る。それをまあこれは中国の古事に由来するあれですから、中国ではそういうことを、そういうところを乗り越えて虎がこう侵入すると、そういうことをさせないために、乗り越えられない、落下してしまう、虎が落下する、そういう柵っていう、その柵をくぐり抜けてくる冬の風っていう、それをもがり笛というんだって、もうこれだけで一辺の詩だなというような感じがする、そういう季語ですね。
で、こういう農耕民の文化的な伝統、特に日本へそういう言葉が入ってきて24世紀の変化とか、そういうものとしていろんな草花や樹木の変化を反映するという、私はこういうふうに季節をこう捉えていくっていう、そういうものも非常にこう自分を自由にするものなのかもしれないなというのを、この詩集を編纂するときに逆にその俳句の持っている面白さの中で捉え直すということができたような気がするんですね。特に野菜の原産地みたいなものも思いをいたすと、ジャガイモはペルーの方のアンデスの山中の方からできたとか、トマトは亜熱帯のところでできたとか、キュウリなんかも非常に面白いですよね。ここへは紹介していませんが、私はキュウリという作品でも、キュウリには英語で as cool as cucumber っていう言葉があり、キュウリのように冷静にっていうかクールにっていう、そういうのも逆に詩の中に援用して使ってしまうというのは、ここでは清水哲夫さんの俳句をヒントに作ったらっきょうというのをちょっと紹介します。らっきょう、愛されず冬のラクダを見て帰る。砂の畑に風が舞い、旅のラクダが行きました。ラクダの背中で男はぽつり、塩漬けのらっきょうが食いたいなあ。月は黙って見てました。私の詩は笑っちゃいけないってみんな思ってる人がいる、いや笑って構わないんですよってこう聴衆に言うと、後からあ笑っていいのかっていうような感じでね、笑い出す人がいるんですけれども、私はちょっと哀愁を帯びているような、清水哲夫さんの愛されず冬のラクダを見て帰る青春俳句ですけれども、ここでもやっぱり俳句からヒントをもらって書いています。個人的な事柄も含んでいますけれども、テーマはできるだけ読者に開かれたものになるように、私性から距離を置いて対象を捉える心がけをしています。次の吹きは江戸時代の安藤博重や葛飾北斎の浮世絵がヒントになっています。で、この吹きという作品はですね、博重や北斎のあれはもちろんなんですけども、私は西脇淳三郎の愛好者で、明治学院の大学院に西脇さんが来られている時に、その時には私はちらっと見て、ああ、あれが西脇淳三郎かっていうふうに、学生たちが我々はって言って叫んでいる時にですね、西脇さんは白い風呂敷包みを下げて、しょうがないなと思ったような顔をしてですね、通り過ぎていた、そういう姿を思い出しますが、その中に旅人帰らずって戦後出された詩集がありまして、その中に私場にしゃがむ女の寂しきっていう三行の詩があるんですね。これは63番かなんかにあったと思うんですが、これが私ちょっと吹きという詩を書くきっかけになったんですね。西脇さんは非常にモダンなものを世界を描いているように見えながら、非常にこう江戸時代の浮世絵的な世界も非常に好きな人で、戦争中は確か浮世絵を持っている友人のところへしょっちゅうそこに行って武力を慰めていたというふうに言われるんですけれども、その時に書いたような三行の詩なんですけども、私はそこから霊感をもらうというか、インスピレーションをもらうような形で吹きという作品を書きました。ちょいと一本拝借するぜ、雨は北斎、江戸の私は浮世草子の絵の中をざんざざんざ降りしきる。春は顔出す命の芽吹き、当の立ったる姉さんのすだれのうちの恋心、まだ来ぬ主さんどこおりゃる、あちきは愛とうて愛とうてならんのえ。ほう、飛んだ雨に出くわした、傘がねえので吹き一本、百姓衆にはすまねえが黙って借りてきちまった、濡れたいねえ濡れたかねえやい、という。で、これを作った後ちょっと似たようなそのイメージで作った俳句が、夕立や斜線となっていくあなた、夕立や斜線となっていくあなた、
まあ、これはさっき言った広重の雨の斜線の光景ですね。それからあなたというのは言うという意味も含むし、彼方というあなたというそういう意味も含むような形で書いています。それから今読み上げた詩の短歌版という形で、地と一本拝借するぜ吹きの葉を、傘に旦那は雨の花待ち。地と一本拝借するぜ吹きの葉を、傘に旦那は雨の花待ち、という、まあこんな風に私は俳句や詩をやってきた人間ですから、そういうイメージでは同じようにこう書いてしまうことがあるんですけど、まあこういう自由な発想を、まあ私は詩の中に取り込みたいということと同時に、俳人でそういうことをやってる人がいるんだろうかというんで、これはもう三十数年前にばったり出会った人で、池田澄子さんという、まあ、今ではもう押しも押されぬ俳人ですけれども、この人がですね書いた俳句、本当にこう、こういう句を作っちゃうのって、こういうことで俳句が成立するのっていう、そういう驚きを感じさせられたのが、ピーマン切って中を明るくしてあげた、これは参ったなと思ってね、ああこういう発想をする俳人がいるんだと思って、俳人っていうのはなんかこうどっかでこういかめしい遠山に日の当たりたる枯れのかなとかね、ああいうものにすぐ持っていかれちゃうような気がするんだけど、まあそれもそれでいいんだけども、いやこういう新しさというか斬新さで、これもですね、例えばピーマンを切って明るくしてあげたならば語呂が合いそうなんだけども、ピーマン切ってって一気にここで持ってきちゃうんですね。で中を明るくしてあげた、この持ち込み方はちょっと波にはできない。それからもう一つは、ピーマンの闇を知っていないとこの句は作れないんです。闇を知っているからこそ中を明るくしてあげた。別にピーマンは明るくしてもらいたいなんて余計なおせっかいだと思うかもしれませんが、でもこれをするということによって、この池田澄子の日常が明るくなるんですね。要するに自分のその闇、台所で悶々といつもですね、私なんかも女房にみんな飯作ってもらってますから頭が上がらないんですけれども、そういう時にピーマン切って中を明るくしてあげたっていうのは、池田澄子さん自身が自分の日常をスパッとこう斜めに、なんか暗い影が漂っていたかもしれないけれども、そこに明るさをもたらすと。こういうさまつなことをこうすっと句にできるということ。これはある意味で日常の台所での主婦の姿に光が差し込んできたような一句だっていうふうな気がしましたね。もっと言えば五七五の形式からも、もちろん形式を守ってます、自由律俳句を目指しているわけでもないけれども、そこの五七五の中に、その枠の中にいることによって自由にそのはみ出るという、こういうところがですね、五七調の枠に整えすぎても面白くない。で、こういう発想の転換っていうのは他のところでも見られますね。例えばこれは有名な俳句ですけども、じゃんけんで負けて蛍に生まれたの。この一句なんかでもですね、私はまあ短歌なんかをずっとやってきて、古典なんかも読むのが好きなもんですから、例えば泉式部の物思えば沢の蛍も我が身より憧れいずる玉かとぞ見る、まあ、与謝野晶子なんかもこういうのを受けてまた作っているようなところがあるし、だからまあ蛍っていうのはどうしても情実がすごく絡みますよね。情念のようなもの、もっと下世話なところでいくと悪友の北の蛍っていうのがありますけれども、もしも私が死んだなら胸のちぶさを突き破り赤い蛍が飛ぶでしょうっていう、こういう歌があるんですけど、これはちょっとゾクッとするような歌なんですけれども、そういう一種のこうずっと常年の伝統みたいなものを引き継いでいるんですけれども、どういうわけか池田さんはじゃんけんっていう非常に日常的な行為、子供の遊び、それをまあ大人でもやるでしょうけれども、じゃんけんで負けて
ホタルに生まれたの。じゃあホタルに生まれてない人は人間になってるの？ということは、ああ向こうとこちら、ホタルがポーッと灯っているそのホタル、あれは私なのよ。まあもうホタルそのものは私になってるわけですね。でこの主体の移動、要するに主体をパッとこう移動させることが可能な、それでなおかつ読者にもちゃんと伝わるというね、こういうものが澄子さんのうまいところかな。あなたはそっち、私はこっちの世界にいるという輪廻転生の世界が、大げさな考え方というのではなくて、平明に浮き上がってくる、そういう庶民の遊びのじゃんけん、それが運命を分ける、ある意味でこの軽妙さと運命の分かれ目、こういうものが池田澄子俳句の非常に面白いところではないかと思います。最後にもう一つちょっとそこへ挙げていますけれども、どっちみち梅雨の道へ出る地下道っていうのがあります。これもちょっと笑ってしまうっていうかね、梅雨の道へどっちみち出るっていう、地下道をくぐってまた出たら梅雨のその雨が降っているっていう、その光景を何ということもないんだけども、どっちみちっていうふうに言って梅雨の道へっていう、この中考えてみると道がいくつも出てくるんですね。どっちみちっていうこの音として、梅雨の道へというのが地下道っていう、でこれだけ言葉の中で遊べるという人もいないんではないか。ある意味で五七五という中で季語にあんまりぶら下がらずに遊ぶことができる澄子俳句っていうのは、なかなかな人だなというふうに、尊敬と愛称を込めて澄ちゃん澄ちゃんなんて呼んでるんですけれども、大変な人だなというふうに思ってます。あと澄子さんのね俳句を読んでて、やっぱりすごく驚いたのは、死んでいて月下やいなくなれぬ蛇っていうのがありますね。さっき私が自分でも言いましたが、野菜畑のソクラテスっていうのは、そのまんまその出来事をリアルに描写するという、そういうやり方ではなくて、私はどっちかというとその経験はもちろん尊重するけれども、その経験をそのまんま詩にするんではないという、そういう考え方を私は持ってます。澄子さんもそういうことを自ら自分で言ってますね。例えばこの句なんかでも、死んでいて月下やいなくなれぬ蛇で、これ私はうまいなと思ったのはですね、死んでいたらいなくなれぬ蛇だっていうことを言うわけですね。そこにずっと居続けないといけない。でもそういう光景は現実には見ることはほとんどないということを澄子さん自身が言ってられるんですね。でこれも私は澄子俳句の一種の容態っていうかね、要な部分ではないかと思います。ある意味で私自身が詩を書く書き方ともちょっと重なり合うようなところがあります。まとめとしては、ここに土の匂いのする俳句と現代詩っていうので書いてありますけれども、実はその土の匂いのする俳句、あるいは土の匂いのする詩っていうものが今非常にこう少なくなりつつあって、もう一度こう土の匂いのする俳句っていうものが蘇ってきてほしいなっていうのが私の願いの中にあります。ある意味で現代詩、現代詩というのは難解なものは現代詩と言われてきていますが、私は最初からその難解な現代詩というのは、私自身が非常に単純でシンプルなもんですから、あんまり難解なことを難解なままに書くのもキザな感じがしまして、ある意味では観念が先走りすぎる抽象的な空中楼閣、そういうものを作ってきている、そういう世界がちょっと嫌気がさしていて、つい先日もある詩人と安藤元夫さんと話をした時に、まあ、最近私は若い人の詩が分かんなくなりましたって言ったら、いや実は私もそうなんだっていうようなことを言われ、でもこれは自分の老化なのかなと思って、老化ではないだろうって、やっぱり言葉に関わっている以上はどこかでですね、土の匂いというものから離れてはいけないという、そういう気がしてるんですね。特に歳時記という日本人が持っている
優れた詩の宝庫というもの、これをやっぱり紐解くと非常に豊かな詩がそこにあふれている。先ほど言ったようなもがり笛なんていうのは実際現実的にはもうあまり見ることがないかもしれないけれども、そういうもがり笛が聞こえるような幻聴とかね、そういうような思いというのがどっかに響くような時代であってほしい。古い季語に頼らずともこう新しく季語は作れるんじゃないかと思うんですね。死語になっていく季語もあれば新しく生まれる季語もあると、まあ、人間はいずれ土に帰っていくわけですから、この宿命を忘れてはいけないと思うんですけれども、拒否と肯定を繰り返し表現をする歳時記という過去の宝箱を時々開けながらというようなあれなんですが、時間に、先ほど言ったように時間に帰立する波涛の中の灯台のように季語があることを願っているということですね。先日余白会で、まあ、最近は俳人も参加するようになっていますけれども、ある俳人が季語は主役ではなく脇役であるという言葉を聞いて、私は我が意を得たりという思いがしました。これで最後に私の俳句を一つ紹介して、お話を終えたいと思います。7月のキャベツ真ん中より破裂、これは私のつい最近作った俳句です。ご清聴ありがとうございました。ご講演どうもありがとうございました。藤本理事より終わりの挨拶をさせていただきます。八木幹雄先生、自作の朗読などどうもありがとうございました。アルチュール・ランボーの暴力的な宇宙観、世界観に驚いたという詩との出会いから始まった先生の詩作活動、また詩集野菜畑のソクラテスが余白句会という座があって生まれた一冊であることなど、大変興味深く拝聴させていただきました。本日は詩人にとって季語を作品に取り込むことは自然の時間性を容認することだが、その反面その時間性を拒否する精神も内部に持っていなければならないというテーマに沿ったものでございました。先生の語られていた土の匂いのしなくなった現代詩や俳句も、人間はいずれ土に帰っていく、この宿命を忘れてはいけないという精神を常に心に据えることで、この危惧は少し回避できるのではないかと思いました。歳時記は詩の宝庫であるという先生のお言葉も大事にしていきたいと思います。八木幹雄先生、本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして、本日の講座および秋季俳句講座を終了いたします。ご意見ご感想など俳人協会ホームページのメールにお寄せいただきますようお願いいたします。またご視聴後のチャンネル登録も重ねてお願い申し上げます。最後に令和6年春季俳句講座のご案内をさせていただきます。テーマは来年度も引き続き第一句集を読む詩形を超えてでございます。講師は第1回加藤かな文先生、第2回高田雅子先生、第3回山尾珠茂先生、第4回仁平勝先生、以上の皆様でございます。どうぞご期待くださいませ。来年度も俳人協会俳句講座をどうぞよろしくお願い申し上げます。最後までご視聴どうもありがとうございました。